ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやあ、魔理沙。なんなんだ霊夢？ワクチン怖い、注射するのよ、チクってしていたいわー。なんだそんなことか、すぐ終わるから早く行くんだぜ霊夢。いやあ、怖いわ魔理沙。あ、どうしたんだ霊夢？ワクチンを打つと 5G に接続されて、私をムチムチにするアプリがダウンロードされるのよ。そして私を美味しい大福にして出荷させるのよ。ワクチンは恐ろしいのよ。ワクチン反対。まったく霊夢は注射打ちたくないからって、変な陰謀を作るんじゃないんだぜ。でもたとえワクチンを打っても免疫力が弱かったら意味ないんだぜ。ワクチンは病原体をやっつける準備をするようなものだからな。免疫力を強くしないといけないのね。じゃあ今回は免疫力を上げる食品について解説するぜ。でもワクチンは痛いから反対よ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してほしいんだぜ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は免疫力を上げる食品についてゆっくり解説するぜ。免疫力を上げて強くなるわよ。あ、それで思ったんだけど、なんで病原体は私たちの体の中に入ってくるのかしら。入ってこないでよー。それはそうだな、入ってくる理由は生き残るためなんだぜ。まず細菌はいろんなところに住んでいて、栄養のある土や水の中に多く生息しているんだ。微生物が栄養を分解してエネルギーを作っているわよね。それで細菌にとって人間の体は栄養の塊なので、細菌は人間の体に感染するように進化したんだ。いやあ、土の中でじっとしてほしいのに。待て待て霊夢、細菌でも乳酸菌や納豆菌、皮膚の中で悪い菌を寄せ付けないようにしてくれるアクネ菌がいるんだぜ。このような人間にとっていい影響を及ぼす細菌もいるから、全部の細菌が悪いことをするわけじゃないことを理解してほしいんだぜ。確かにそうね、それでウイルスはどうなのかしら？ウイルスは細菌とは違って土にある栄養があっても、増殖して子孫を残すことができないんだ。ウイルスは細胞にある DNA や RNA を使って子孫を残すんだ。そんなためウイルスは子孫を残すために、細胞を持つ生物の体内へ入るんだ。細菌は栄養を求めるために、ウイルスは子孫を残すために体の中に入ってくるのね。そうなんだぜ、でも人間の体はそれに対抗するために免疫機能を持っているんだ。知ってるわ、白血球がやっつけるのよ、ファイヤー。実は白血球以外にもいろんな免疫細胞がいるんだぜ。免疫細胞は大きく3種類に分類され、マクロファージ、顆粒球、リンパ球なんだ。マクロファージは直径15から20マイクロメートルの大きな細胞で、体内に侵入した細菌などの異物を食べた後に、顆粒球やリンパ球に敵の存在を知らせるんだ。マクロファージは戦いの最前線で戦って、みんなに敵を知らせるのね。顆粒球は顆粒という殺菌作用のある成分を持っている白血球で、好中球、好酸球、好塩基球の3種類があるんだ。それで顆粒球は細菌を食べて退治した後は死滅し海となるんだ。リンパ球は顆粒球と同じ白血球の一部で、マクロファージから抗原の侵入を知ると活動するんだ。リンパ球にも大きく3種類あり、T 細胞、B 細胞、NK 細胞があるんだ。まだまだ種類があるのね。T 細胞にはヘルパー T 細胞とキラー T 細胞があり、ヘルパー T 細胞は受け取った情報をキラー T 細胞、B 細胞に伝える細胞なんだ。キラー T 細胞は抗原を攻撃することができる細胞で、敵を見つけ次第やっつけることからキラー、という名前がついているんだ。そして戦いで生き残ったキラー T 細胞は役目を終わると同じ抗原が入ってきてもいいように、メモリーキラー T 細胞となるんだ。戦いの記憶を残して次に備えるのね。ちなみに T がついているのは強戦の英語の頭文字から取っているからなんだ。私も霊夢 T 細胞になるわよ、霊夢13。B 細胞はヘルパー T 細胞からの指示によって、抗原をやっつけるための抗体を作り出す細胞なんだ。こうして手に入れた免疫を獲得免疫と言うんだぜ。獲得免疫があるとまた同じ抗原が入ってきた時に素早く働くことができるんだぜ。一度戦った相手のデータがあれば勝てるわよ。やっぱりデータ分析系キャラでいこうかしら。最後の NK 細胞は独自にガンやウイルスに感染した細胞を攻撃することができる細胞なんだ。そんなためか NK、ナチュラルキラー細胞という名前になったんだ。この NK 細胞は感染症だけでなく、ガンに対しても働く細胞なので、ガン予防としてもぜひ活性化させてほしい細胞だな。免疫細胞はいろんな種類があるのね。それでなんでワクチンを打つと感染症を防ぎやすくなるのかしら？
それは冒頭でも言ったように、感染症を倒す準備ができるからなんだぜ。ワクチンは体内にウイルスの遺伝情報が入ったものを入れることによって、樹状細胞がウイルスの特徴を記憶し、ヘルパー T、B 細胞などに伝えるんだ。そうすることによって、もしウイルスなどが体内に入ってきてもすぐ対応することができるんだ。もしワクチンを打ってない状態で感染した場合、退治できる状態になった時には、すでに重症になっている可能性が高まるんだ。テストも大食いも準備が必要よね、もぐもぐ。霊夢は空腹を我慢する準備が必要なんだぜ。といっても、元々の免疫力がなければ、免疫を持っている感染症にかかっても、重症化してしまう可能性があるんだ。そうよね、高齢者になると免疫力が落ちて感染症で重症化する可能性が高くなるから。お、ここに美味しそうな饅頭があるじゃないか、感染だ感染。じゃあ、マリサ、変なウイルスが来たわ助けてというわけで、次は免疫力を上げてくれる食品について解説するぜ。はい、マリサ先生。まずは高タンパク食品だぜ。お肉よまそう。なぜ高タンパク食品がいいかというと、体温が高いと免疫力が高くなるからなんだ。人間の体温は 36.5度だと免疫力が高い状態になり、そこから一度下がると免疫力が 30% も下がると言われているんだ。感染症にかかると熱が出てしまうんだが、これは免疫細胞の活動を活発にさせるためなんだぜ。体が熱くなるのは感染症と戦っているからなのね。それで普段から体温が高ければ免疫力が高まり、感染症になりにくいというわけなんだ。またタンパク質は免疫細胞を作るための材料になるため、タンパク質は免疫力を上げてくれるんだ。それで人間が体内で作り出す熱の多くが筋肉であり、筋肉を作るタンパク質を摂取すると免疫力が高まりやすくなるんだ。そうね、あとは運動すればいいのよ。でもマッチョになりたいならタンパク質は必要だけど、そうでない人はそんなに多く摂取しなくてもいいじゃない。実は霊夢、筋肉だけでなく体は常に新しく生まれ変わっており、タンパク質が足りてないと筋肉はどんどん減少していくんだ。え、筋肉減っちゃうの？そんなわけで、タンパク質を意識して摂取してほしいんだ。一般人の摂取量は体重 1kg あたり、タンパク質 1g であり、体重 60kg の人だと 60g になるぜ。特に必須アミノ酸が多く含まれたものがいいな。必須アミノ酸はタンパク質を分解して生まれて、体の中で作ることのできないものよね。何に多いのかしら？必須アミノ酸は、肉、卵、魚介類、大豆に多く、基本的にタンパク質が多い食品を食べるといいんだ。お肉、やっぱりタンパク質はお肉よね。お肉はいいと思うんだが、筋肉が減少しやすい高齢者の人だと、脂っこい肉は胃もたれしやすく食べにくいんだ。なので、高齢の人や脂っこいものが苦手な人は、脂質の少ない鶏胸肉、白身魚、カニ、エビ、貝、大豆がおすすめだぜ。私は脂っこいものは平気だけど、あっさりしたものもいいわよね。タンパク質でファイヤー。うわぁ、こっち来るな、免疫細胞がいっぱいだ。次はビタミン A だぜ。ビタミン A には粘膜を保護し乾燥しにくくしてくれる働きがあるんだ。もし喉の粘膜が乾燥してしまうと、そこへ病原体が付着し粘膜細胞の間を通り抜け感染してしまうんだ。体の中に入ってこないようにしてくれるのね。ビタミン A を摂取するなら野菜から摂取するのをおすすめするんだぜ。野菜だと人参、かぼちゃ、ほうれん草ね。なぜ野菜かというと、野菜のビタミン A は β カロテンとして含まれており、β カロテンは必要な量だけビタミン A に変換されるんだ。もし動物性食品からビタミン A を過剰摂取してしまうと、頭痛、めまい、食欲不振などの症状が出るんだ。野菜からだとビタミン A の過剰摂取を防げちゃうのね。そしてビタミン A を摂取するなら油を使った調理法をしてほしいんだ。ビタミン A、β カロテンは脂溶性であり、油と一緒に摂取しないと吸収率が 10% であり、油と一緒に摂取すると吸収率が 80% 近くも上がるんだ。じゃあ油を使った調理法がいいのね。助けに来たぞウイルス1号。私の粘膜バリアよ、わあ。うわ、くっさ、逃げろー。私のバリアよ、うふうふ。うわぁ、霊夢臭いんだぜ。次はビタミン D だぜ。ビタミン D ってあんまり注目されないビタミンよね。まあそうだな、ビタミン D はカルシウム、リンの吸収を高めると解説することが多いんだが、それ以外にも免疫力を高める働きもあるんだぜ。それは4つもあり、
マクロファージを活性化させる、ウイルスや細菌を破壊する物質であるカテリシジン、ディフェンシンを作り出すのを助ける。皮膚や腸に存在する上皮細胞であるタイトジャンクションを制御することで異物や病原体の侵入を防ぐ。病原体などに攻撃指令を出すタンパク質である、サイトカインを調整する働きがあるんだぜ。いっぱい効果があるのね、ビタミン D はすごいビタミンだわ。ちなみにサイトカインは過剰に分泌されると、サイトカインストームという免疫細胞が暴走することが起こるんだ。そうなると肺炎や臓器不全を引き起こす可能性が高まるので、ビタミン D は他の病気を防いでくれるんだぜ。ところでビタミン D が多い食品は何かしら？ビタミン D が多い食品は、キノコ、魚介類なんだ。でも食品だけではビタミン D は十分に摂取することができないので、日光を浴びてビタミン D を生成しなければならないんだ。え、日光を浴びるとビタミン D が生まれるの？正確には日光じゃなくて紫外線だな。紫外線には種類があり、日焼けの原因になる UVB がビタミン D を作り出してくれる紫外線なんだ。UVB を浴びると7デヒドロコレステロールという物質が、ビタミン D になり作り出されるんだぜ。紫外線ね、私のピチピチお肌が危ないから部屋の中の少ない紫外線を浴びるわ。実は霊夢、UVB 波ガラスを通り部屋に入ってくることができないので、外に出て浴びないといけないんだ。そうだったのね、お肌にダメージを与えたくないから、最低限浴びたいわよ。もし浴びる場合は、7月の夏だと顔と両手の甲を6分ほど浴びればよく、那覇市だと5分、札幌市だと8分なんだ。12月の冬の場合は、同じ条件で41分浴びるのがよく、那覇市だと14分、札幌市で300分なんだ。実際に浴びるときは全身浴びるので、これよりもさらに少ない時間で済むぜ。冬だと食事から補う必要もあるのね、私は最低限浴びるわよ。私が太陽になればいいのよ。うわぁ、なんだか免疫細胞が強くなってきてるぞ。次はビタミン C だぜ。ビタミン C はコラーゲンを作ってピチピチになるわよね。まあそうだな、コラーゲンは細胞や組織同士を結びつける働きがあり、細胞の結びつきが悪いと細胞と細胞の間に隙間が生まれて、病原体が自由に体の中を移動しやすくなるんだ。病原体の逃げ道を作らないようにしてくれるのね。さらに白血球やリンパ球にビタミン C が多く存在していて、ビタミン C が免疫細胞の活動に活躍していると考えられるんだ。ビタミン C といったらブロッコリー、パプリカね。それもいいんだが、私は柑橘類がおすすめだな。柑橘類にはヘスペリジンという成分が含まれており、この成分は使われたビタミン C をまた使えるようにリサイクルしてくれるんだ。じゃあ摂取した量以上の効果を発揮してくれるのね。逃げろー、細胞がきっちり詰まっていて逃げ場がないぞ。逃さないわよ、絶対にやっつけるんだから。次は発酵食品だぜ。人間の体の中で最も感染症に侵されやすい場所は腸内であり、なぜなら腸内には何兆もの細菌が住み着いているからなんだ。そんな腸には免疫に関係する細胞の6割が存在しており、腸内環境を良くすることで免疫力が上がるんだ。腸内は免疫力を上げるのに大事なのね。また発酵食品の種類によっても免疫力を上げる効果が違うんだ。乳酸菌が含まれているヨーグルトの場合は、マクロファージを活性化させてくれるんだ。納豆菌が含まれている納豆の場合は、大豆に含まれているサポニンの NK 細胞を活性化させる働きによって、免疫力を高めてくれるんだ。そうなのね、それでヨーグルトと納豆はタンパク質が多いから、体温を上げるのにいいわね。また発酵食品を摂取する以外にも食物繊維やオリゴ糖、蜂蜜などを摂取して腸内環境を良くするのもいいんだぜ。じゃあビタミン D と食物繊維が多いキノコはいい食材ね。この体はどんどん免疫力が高くなってるぞ。そして最後は睡眠の質を良くする食品だぜ。しっかりと質の良い睡眠をとると自律神経の働きが良くなり、体温が安定していた体温が長く続きにくくなるんだ。また睡眠を十分とると、免疫細胞が記憶した病原体の情報を長く保持すると考えられ、睡眠をとることは免疫力を上げることにつながるんだ。人間の体温は低い状態が眠りにつきやすくなるため、いい睡眠をとるには温かいものを飲んで体温を上げた後、体温が下がるといい睡眠がとれるんだ。寝る前はおしゃれに美味しいコーヒーをごきゅごきゅ。霊夢、コーヒーには覚醒作用のあるカフェインが含まれているから、寝る前はあまりおすすめしないんだぜ。そうなの、じゃあカフェインが含まれてないものじゃないと。たとえカフェインが含まれても抹茶はいいんだぜ。
抹茶にはテアニンという抹茶の旨味を作り出している成分があり、この成分にはリラックス効果があるんだ。なのでカフェインの覚醒作用を打ち消してくれ、安心して飲むことができるぜ。抹茶好きよ、ごくごく。それで寝る前の食事は3時間前に済ますといいんだ。食べた後だと胃や腸が働いて体を休ませにくくなり、睡眠の質が悪くなるんだ。それで睡眠の質を高める食品はお肉だな。肉にはトリプトファンというセロトニンやメラトニンを作る材料が多く含まれているんだ。セロトニンには脳内で働く神経伝達物質の一種で、神経を落ち着かせる働きがあり、メラトニンには体内時計を整え、夜に眠りやすくしてくれる働きがあるんだ。どっちもいい睡眠をとるのに大事な成分ね。ちなみにクルミを摂取すると、血中のメラトニンの量が通常の3倍に増えることから、肉ではないクルミも睡眠の質を高めてくれる食品なんだぜ。それじゃあ、今までのことを聞いて、悪いウイルスをやっつけるわよ、もぐもぐ。じゃあ、逃げろー。あんた逃げるんじゃないわよ。ウイルスが見える霊夢の視力はどれくらいなんだぜ。それじゃあ、ワクチンを打ちに行こうか霊夢。ワクチン、注射やワクチンを打ったらパラレルワールドに繋がって、太った世界線の私と入れ替わっちゃうのよ。ワクチンは反対よ。はいはい覚悟していくんだぜ霊夢。いやあ痛いのいやあワクチン反対よいやあ痛いわいやあ霊夢おとなしくするんだぜ。だって痛いのよ、ワクチンの注射痛いのよ。ワクチン打ったら 5G に接続されて通信機能で遠隔操作されていっぱいご飯を食べさせられて、大きく太らせて出荷されるのよ。なんで喜んでるんだぜ霊夢は。とにかくワクチンは嫌なのよつくり。注射は嫌よマリサー。霊夢、もう終わったんだぜ。あ、もう終わっちゃったの。やっぱりワクチンは神、人類の英知を凝縮した救世主よ。まったく霊夢はコロコロ意見を変えるんだから。叫んだらお腹すいたわ。ここにサバの味噌煮があるじゃない、もぐもぐもぐ。霊夢そこに兄がいるんだぜ。暗い兄、助けて兄。あいたたた、胃の中で注射を刺さないでー。